めっちゃウケる。見えました？見えました。よろしいですか？よろしいです。一郎さんよろしいですか？はい、大丈夫です。はい、それでは2月5日分収録始めます。本番5秒前、4、3。バレバレンタインデーキース。はい、バレンタインデーキース。はい、こんばんは。奥谷さん大丈夫ですか？胸詰まっちゃったんですか？大丈夫ですか？なんかさ、はい、え、ひどいね。何さこれ、唇。ということで今日のテーマバレンタイン。あー、バレンタイン、はいはい。バレンタインなんか思い出あります？覚えてないな。なんか、どうでもいいですか？バレンタインデーどうでもいい。これ見てる男性傷つく。いや、なんかさ、不幸な話が聞きたい。バレンタインにまつわる不幸な話が聞きたい。ちょっとバレンタイン、何言ってまずいって言われたとかさ、うん、そういうのはないの？あ、でもバレンタインの前後で起きたハプニングは結構鮮明に覚えていて、大好きだった男の子が隣の席に座ってたんですよ、はいはい、がね、ポッて出てた。え、でも私これ変態かな。え、でもその、ちょっと痛くなっちゃったんですよ。あ、これ怖い。あ、じゃあダメだわ。じゃあダメ。すごい話持ってくるな。いいよいいよ。結果失敗してますからね。うーん、あれはちょっとひどかったな。うーん、それに勝る話はないな。いやいや、いいのいいの、バレンタインの話ですから。え、でもさ、学生時代はさ、はい、あの好きな子にあげるのはとても勇気のいることで、イコールそれは思いを伝えるってあれだったんだけれども、うん、大人になってから、はい、なかなか好きな人に思いを伝えられないと、うん、でチョコレートで伝えようっていう、こういう人いるのかな。あ、どうなんでしょう。だってね、今ね、携帯のほらメールとかさ、はい、LINE とかさ、お、なんていうの、思いの伝え方とかっていっぱいあって、それでもなおかつ2月14日にチョコレートで思いを伝えようって人いるのかな。確かに。そういう人いたら可愛いね。可愛い。なんかね、なんか可愛くない？そういう。可愛いですね。この今この時代に、はい、もう大人になってるんだけども、ね、いいなっていう人に、あのチョコレートで思いを伝えるといいね。まあ、やっぱ必要なんですね、バレンタインって。やっぱりそういう人がいるんだろうな。やっぱそういう人を応援したい、うん、応援しましょう、うんうん、なんかさ、あの金井憧れアナウンサーがね、はい、バレンタインデーにね、ええ、手作りのチョコレートをね、大量にね、作って持ってきたんだよ。聞いたことない名前なの、それが。食べたらもう大して美味しかったんだけど、はい、なんとかかんとかっていうね、カタカナなんだよ。なんかね、アブラカタブラみたいな。食べたくない、アブラカタブラ。8文字ぐらいのカタカナ。あこちゃんのお菓子何だったんだろう、あれ。すごい、ちょっと8文字ぐらいのカタカナ。8文字ぐらいのカタカナ。油カタブラとか。よく、逆によく出てきましたね、その単語が。ガタラサラ、ガタラサラなんとかとか、そんな。聞いとくわ、聞いとくわ。美味しかったな、あれ。またお願いします。お願いします。ガチャンコ HBC。寒い、寒い、冷えますね。大丈夫です。よろしいでしょうか。はい、どうでしょう。はい、どうぞ。はい、映画の振りいきます。5秒前、4、3。この後は映画アイアンマン。かなさん、後輩からのチョコレート受け取ってください。あ、やだ。え、かなさんやだな。チョコレートアイスですよ。あ、すごい、いやなんでここピンクなの。汚いな、汚い、ダメに汚い、こういうとこだよ。いいな、そんな送りあさみが好き。ありがとう。
いや、思いのほかこの茶色いのが柔らかくて結構リアルに作れたと思いません？リアル。チョコレートアイスですよ。なんかさ、ちょっと手触りもさ、ちょっと柔らかいんだよね。